い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあやっていきますか。ということで早速トレーナーとの戦い、まあ、レベル上げも大事やけんね。私のポケモンちゃんがね、あなたのポケモンが気になるって。なになに、ポケモンのお見合いですか。大人のお姉さんセクシーだね。めっちゃ美人やん。いいね笑顔が。大人のお姉さんというだけに若い子とは紫外線灯も慣れているのか、なかなか苦戦させられたがなんとか勝利。あなたのポケモン強すぎ、どこに行っても安心よね。やったね、褒められた。ピッピちゃんたちは何かの石を使うと進化しちゃうんだよ。月の石やろ。この子は誰やっけ。あ、違う方。あ、違わなかった。野生のエリキテルが現れた。かわいい。え、電気系よね、名前的に。ということは入れ替え用にも手持ちのポケモンが飛行タイプだらけ。結局エースバーンを出すが、今度は効果ありの技しかない上レベル差のあるため倒してしまう始末。一切体力減らさずには難しいんかな。君は誰だい。どんなポケモンかよくわからん。何これ、野生のデスマスが現れた。何、敬語敬語。何タイプかも全くわからんけど。おー、でも結構レベル高い。エアカッター。おっと、結構効いたぞ。急所に当たった。ちょっと待って、スーパーボール使ってこう。あ、今回も私あれや、ボール買い足してくるの忘れたまあいっか、買い足してからまだそんな使ってないし。来い。はい、来たー。新しいポケモン。やったー。デスマスを捕まえたぞ。どういう意味なんやろ。お、アブリボンレベル31。エースバーンレベル37。もうちょっとよ、レベル40いくよ、エースバーン。デスマスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。デスマス、あ、デス、あ、そういう幽霊系、ゴースト、そういうことね。魂ポケモン。呪いが刻まれた粘土板がデスマスに取り付いた怨念、パワーを吸い取っているという、ガラルの姿やって。へー、ってことは、通常の、ま、今までにもおったってことやんね。どういう形態なんやろ、違いが見てみたい。こういうところなんかありそうな感じするけど、何もないかな、わからねえ、進もう。なんかここブクブクしよる。あ、上なんか落ちてるよ。あ、なるほど。こういう、普通にポポンってやってしまった。こういうところにポケモンが。コイキングやん。どう見てもコイキングやん。もうこれあれやね。餌やん、餌。え、どう、コイキングぐらいこれでポイってやっつけれる、やっつけれるというか捕まえれるんやないん、どう。ピチピチ跳ねて無理かな。来いよ、来いよ。あ、え、マジでマジで、どうせジタバタしか覚えてないとかじゃないん。技は関係ありません。もう一回もう一回。あー、出てきそうな感じは。大丈夫か、いける。お、来そう。やったやったー。クイックボールでもないのに普通に体力減らすのに捕まえれたわ。コイキングのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。コイキング、魚ポケモン。力もスピードもほとんどダメ。世界で一番弱くて情けないポケモンだ。いつまでもコイキングはどんだけポケモンが増えても世界で一番弱いのね。でもね、進化したらギャラドスだから。あれ、これ上剣やん。どっかから回っていかんといかんってことかな。ちょ、下ろして。え、どっから行くんやろ。え、違う違う。え、私なんか呼んだ？呼びましたね。全然そんなつもりなかったんですけど。ちょ、待って、とりあえず、逃げよ。よし。おー、なんか、トレーナーが。あ、二人一斉に来るの？ポケモンをより深く知るために勝負をすることも大事なんだ。ドクターとしてチェックさせていただきます。あ、二人とも、お医者さん関係の人たちか。医療チームの直樹と綾菜が勝負を仕掛けてきた。ちゃんとチーム名があるんやね。
ケンゴロウと青ガラスで挑むが、青ガラスが倒されてしまい、エースバーンを出そうとして間違えてドゲフィーを出してしまう。ケンゴロウも倒され、結局エースバーンがよりの先頭に。おお、いいよ、仕留めたよ。よきよき、トゲフィートゲチック、進化前進化後の戦いや。イエーイ、一匹ずつやったんや。はあ、ポケモンが傷ついちゃうと気になって気になって気になって、強さのメカニズム、ウルトラ気になっちゃう。ウルトラめっちゃ賞金多かった。二人やけんか。ドクターの仕事はない方が世の中的にはいいんだよな。まあね、みんな健康ってことやもんね。強いトレーナーさんって相棒のポケモンについて世界で一番詳しいのよね。なるほど。これ上がる方別に変わらんか。回ってこれるか。ここには上がれないの。ちょ待って、思ったんやけどさ、これキャンプでも回復できるよね。まあ、多少かもしれんけど。おー、ポケモンが変わったけん、ちょっと、ポケモンも変わったし、なんかすごい人みたい。ポケモンが変わったし、景色も変わったけん、結構、見える感じが違うね。あとの2匹はあれか。今はあのテントの中におるってことかな。よし、ちょっと料理。久々のお料理。さあ、食材は、粗挽きブルーストもいいんやけど、ちょっと待って。あれ木の実は木の実。使えない？粗挽きブルースト。ああ、組み合わせんといかんのか、これ。粗挽きブルーストはどんな感じやったんやろうな。ちょっと待って。ザロック。バンジ。猫部。昆布的な感じかな？わからんけど。はい、じゃあこれで。始めます。さあ、どうだ？めっちゃウインナー輝きよってん。あおいで、あおいで。いい感じ？どうよ。あんまりこう、仰ぎすぎてもダメやったりする？いや、そんなことはないか。そんなことはないか。混ぜて混ぜて混ぜて。はい、混ぜまーす。ちゃんと美味しくできてくれるかな。なんか色味が微妙な感じがするけど。大丈夫？辛かったりしない？てか毒々しくない？真心込めて。お、いい感じじゃないか。でも思ったよりちょっと遅かったけど。どう？ちゃんと成功？完成。ちょっと傷ついた子たちにこそ食べさせてあげて。ブルーストのせカレー。どうよ。美味しいの？炙りボンが嬉しそう。そうなんすきゅう、変わらねえ。変わら、お、2匹が復活した。よかった。よかったよ。ってことは、どこかしらでちゃんとカレーは食べたのね。お、直気レベル28。新しくお先にどうぞ覚えたい。何その技。めっちゃ謙虚。めっちゃ謙虚。何それ。相手の行動をサポートして自分の行動の後に続けて動けるようにする。別に、いいんじゃないかな。いらんよ。うん。さあ、勝負だ。ジムチャレンジを見るため、はるばるやってきました。できればジムチャレンジャーとお手合わせお願いしたいです。よし。私が相手をしてやろう。バックパッカーのカナが勝負を仕掛けてきた。どこから来たんやろうね。打撃？おー、めっちゃ格闘系、そして超人っぽい。これは、飛行で行ったんで全然大丈夫よね。確かエアカッターとかで。飛行で効果抜群なはず、格闘相手は。ほら来たー。痛い。せっかく回復したんだからやめてよ。やめてよ。マジで2回連続で来る感じですか？超。ケンゴロウ再び瀕死へ。青ガラス。
頑張れ頑張れ、いけるよ、君ならいけるよ。ローキックやめてねやめてね。よし、ついばむ、これでいける。ふう、剣フォローだけまたちょっと犠牲になってしまったけど。お、オンバットレベル27、イエーイ。なんてドラマチック、素敵にファンタスティック。何言ってるかわからない。ジムチャレンジは大変ですね。勝たないと先に進めません。僕たちは気楽な旅を楽しむとします。僕っ子や僕っ子。さっきからひょいひょい出てくるディグダがちょっと気になるけど。お、テントが張ってあるじゃねえか。ん？何あれ、なんか変な機械があるんやけど。化石の首長を2個見つけた。大昔海に住んでいた古代ポケモンの化石の一部、どんな姿だったのかは謎。え、化石落ちてたんだけど、これ使えるやつ？何あれ、でっかいディグダの岩みたいなのある。何かの施設かな？ん？これはデスマスだね、ちょ。通りたい。通りたいんです、私は。あー、やめてよ。なんで吹いたの、今。光の粘土。持たせたポケモンが光の壁やリフレクターを使った時、いつもよりも長く残る。へぇ、そんなアイテムがあるのか。よし、とりあえず回収はした。え、これは、あ、ここから普通に登れる感じか。ん？あそこにもなんか人がいるけど。あの人は、ここからはいけないね。お、技マシーン15、穴を掘るを見つけた。1ターン目に潜り、2ターン目で相手を攻撃する。戦う人ではないのね。キャンプで遊んでるとポケモンがお腹を空かせることがあるわ。カレーを作って一緒に食べるとすっかり満足するのよ。というわけで私のキャンプで料理していかない？さっき料理はしたんだ。回復してくれるんかと思ったけど違うのか。ん？トレーナーではないっぽいね。こっちから、あ、いけない。何これ。ごめん、勝手にいじろうとした。自分はうかっつ、化石の研究してます。ガラルで見つかる化石はなぜか上半分か下半分だけ。どう組み合わせても復元できるの謎。え？どういうこと？合体できるポケモンの秘密を解き明かすかいいかもね。合体できるポケモン？合体するんすか、ガラルのポケモン。え、あっこにたどり着けない。この先には行けないの。ん？なんかあっちから、え？ポケモンセンターある。どこかしらから向こうに向かうっぽいね、なんか。どこなんやろ。よいしょ、よいしょ。あ、いたいたいた。お姉さん、あ、なんか落ちとる。アイナは貴重な骨を2個見つけた。ポケモン考古学の上でとても貴重な骨、ショップで高く売れる。売っていいんすか？あの、ああいう化石のお姉さんとかに渡す必要はないんすかね。勝負に強いモデルというのが私のアイデンティティなんだよ。モデルさんがこんな場所でどうした？モデルの姫子が勝負を仕掛けてきた。マネージャーさんとかは？仕事は？モデルとしてはともかく、トレーナーとしては全くいいとこなく終了。青ガラスレベル34。お、ドリルくちばし、いいやんいいやん。ということは、ドリルくちばしって連続のやつ？あ、別に連続ではない。連続ではない。引け上がるをやめておこうかな。突き上がるを忘れて、ドリルくちばしで。よし。やっぱ、鳥タイプのポケモンに飛行技は、覚えさせていきたい。アイデンティティが失われても、ポケモンの素敵さは消えないもん。何？どういう強がりっすか。素敵なポケモンと並ぶことで、私の良さも引き立つはず。ポケモンをそんなことに使わないでください。あ、こっち降りれるんやない？なんか。何かありそう。アイテムとか。なんもないかな。え、降りてしまったんですけど。あ、ここから上がれるんか、びっくりした。やめてよ、もう。お、見つかった。カレー作ってますか？カレー図鑑埋めてますか？まだ2個しか作ってない。バックパッカーの玉井が勝負を仕掛けてきた。そこで木の実拾っていこう。嘆き。嘆き？なんか前、打撃とかいうの使っとる人おらんかった？よし、青ガラスでいこう。あ、ちょっと、ドリルくちばし。新しく覚えたばっかりのドリルくちばし使っていこう。よし、いいね、いいね。効果抜群。
やだ、リベンジに燃えてる。怖い。後悔今一つでも怖い。じゃ、ついばむ、ついばむ。いけ。よっしゃ、オッケー。打撃と嘆きは別々なんかな。エビワラ、沢村みたいな。めっちゃ似とるけど。直近レベル29。あなたたちコンビの強さ、お口の中が痺れちゃう。それは何か、そういうものを食べたからでは。さあ、揺らしていこう。これ崖の下に落ちそうやけどね。もっともっと。ポケモンが落ちてくるまでもっともっと。さあ、来いよ来いよ。木の実も種類もだいぶ増えたんやね、なんか。お？まだ来ない。いける。おー、どんどん増えてく。あ、来た。あれ、頭直撃して、ちょっと待って、欲張りっす。欲張りっすはいい。ここに来てもまだ欲張りっすか。まだ欲張りっすか。ちょっと逃げます、私。木の実は、木の実は拾える？あー！無駄になってしまった。辛い。あ、ここ、あ、この先に進めるんか、これで。オッケー。お、トレーナー。君は？お互いの細工をぶつければ、ポケモン勝負も芸術だ。何それ？なんか彫刻みたいなの持っとる？もしかして。怖い怖い顔。芸術家の大輝が勝負を仕掛けてきた。怖いよなんか。君たちの技は美しい。いや、惚れ惚れしたね。目に光が宿ってないよ、大丈夫？顔から狂気が抜けました。怖いよ。そもそもポケモン勝負とは、ポケモンとトレーナーが生み出す最高の芸術なのだよ。芸術は爆発だからね。岡本太郎ですね。ん、あ、こう。あ、これ見えるだけで行けないのか、この先。へえ。もう街着いたんかな、これ。もしや。あ、着いたっぽい。ホップの姿が見えるぞ。ホップの姿が見えるぞ。これジムかな？多分。格闘系かな？マーク的に。ラテラルタウン、古代の芸術を中心に栄えてきた山間の街。ふんふん。着いただけで満足してるのに、遺跡を見たらどうなるんだ？ん、ここは遺跡が有名なとこ？全体的にポケモン、このポケモンの世界そんな感じやけど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、やっと新しい街に着いた。なんか化石をね、道中で手に入れたけど、なんか上下バラバラとか言ったし、どうなんやろ、もう一個なんか必要ってことかな。下か上か分からんけど。そしたらどこかしらで復活させれる？